こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はビンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーターの小林文明さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと前の話をしてもいいですか？はい、もちろんです。はい、今日お盆ですけど、お盆の話ではなくて、ええ、7月のですね、終わりぐらいだったでしょうか、テレワークデイズ2018というものをされましたよね。はい、そうですね。私もちょっと見学しに行かせていただいたんですけど、ありがとうございます。来ていただいて、すっごい画期的と思ったので、どうぞこの番組でもお知らせようと思います。はい、あ、そうですか。ありがとうございます。お願いします。テレワークデイズというのをですね、今年取り組みまして、これそもそも去年はテレワークデイだったんですね。はい、これどういうものかっていうと、テレワークっていうのが、まあ、要はパソコンとかですね、スマホ、こういうものを使って、まあ、オフィスに出勤しなくても、まあ、仕事ができる、まあ、働き方、まあ、これをどんどんやっていこうじゃないかっていう取り組みなんですね。で、これやろうと思った背景2つあって、はい、1つはやっぱりこの働き方改革という意味でですね、まあ、東京だとやっぱもう電車で1時間通ってオフィス、はい、で暑い中と、この夏だと暑いですよね。はい、でもその出勤時間に時間かけるぐらいだったら、もう家で仕事したらいいんじゃないのとか、近くのカフェでとかですね。で、場合によってはお子さんがいらっしゃれば、子育てしながら会社に行かなくても家で働けるというのもありますし、はい、今回参加していただいた方でいくと、やっぱり障害があってなかなかこう外に仕事に出かけるのは無理なんだけれども、はい、四国の高知の四万十市で、大阪の企業の人事部の仕事をやってるという人もいました。まあ、こういうふうに自由に人それぞれ生き方に合った働き方ができるという意味で、こういうテレワークどんどん推進していったらですね、世の中の働き方変わるんじゃないかと。しかもなんかこう、会社に長く残ってれば偉いみたいな文化もこれによって壊れていきますから、こういうことで働き方変えていこうっていうのが一つ。もう一つは、実はこの今年7月の23日から27日までテレワークデイズということで複数日でやってるんですが、これ何の日かっていうと、東京オリンピック、パラリンピックのスタートの日なんですね。はい、でこの間やっぱりたくさんの観光客、そして応援の方が都心にダーッと流れ込んでって、そこに平日の企業に出勤する人たちのあのラッシュが重なったら、これもう絶対電車が持ちませんということなんで、はい、もうその日は家にいてくださいということも、はい、やらないと、はい、なかなかオリンピックもうまくいかないということなので、この2つの観点ですね、このテレワークデイズっていうのを、やらせていただきました。はい、家にいて仕事をしてくださいっていうことですよ ね、 ですからね。そうですね、はい、まあ、カフェでもいいんですけどね、いながらにして仕事ができちゃうよっていう。そうなんです、そうなんです。はい、6つでしたっけ、一度につながれたのが。そうですね、その時はですね、普段から私や総務大臣野田聖子さんとかですね、副大臣は2週に1回テレワークでウェブ会議をやってるんで、そんなに特別じゃないんですけども、今回は民間の人とも一緒にウェブ会議やろうということで、全国6カ所ですね、はい、北海道、四国、そして私は広島からと、であとは、東京ですね、都心部ということで、全国6カ所やりまして、結構楽しいですよね。そうです、後ろで見てていかがでした？タイムラグもないし、はい、もうそのままだし、相手の表情も分かるし、もうそこにいらっしゃる感じが手に取るように分かる。そうなんです。で、情報がすぐにこう入ってくるっていうのもよくて、はい、ちょうどですね、豪雨災害でとこう被災地のことを思いながらちょっと考えていたんですけれども、こういうのってコミュニティラジオが、たくさんありますよね。で、被災したところのコミュニティが一丸となって自分の土地だけのその情報を収集して、それを共有できる、一度に共有できて、もうタイムリーにその放送できるなっていうふうなことをちょっと考えながら、はい、拝見していたんですけど。本当そうなんですよね。そういうふうに使える時代がもう手軽にやってきていて、無料でできるウェブ会議の仕組みから、月々数千円でできるものまで、こう本当に手軽にあってですね、しかも会議の時だけつなぐっていうよりは、もうつなぎっぱなしでいいんですよね。はい、そこで「おい」って呼ぶと「はいはい」という形で、広島と北海道がつながったり、はい、このコミュニティ FM でやるんだったら福山と三原がつながったりして、そっちの様子どうですかと、でこっちでも給水所の情報をこう提供したりっていうのが、こうフレキシブルにできる。そうなんですよ、こういうふうに使われるのがやっぱりベストだと思ってます。これいろんな
ところでいろんな方法でこう使い分けることができるなって思ったので、はい、画期的でした。そうなんですよ。最近だとですね、あの建設現場にドローンで飛ばして、はい、でドローンから撮ってる映像を本部でリアルタイムで見るとか、これも別に普通のウェブ会議の仕組みでできるわけですから、そしたら現場にですね、たくさん人が行かなくても、まあ、できちゃうわけですね。こういうこともまあできますから、いろんな使い道あると思いますので、はい、まあ、こうそろそろこういうツールがですね、もう安くなってきて一般に普及したので、あとはこうどう使って今の働き方を変えていくか、はい、そして今の生き方に合わせていくかということを、あの一緒に考える機会にこのテレワークデイズがなればよかったなと思いますし、来年も今度はテレワークウィークにして、はい、デイ、デイズ、ウィークに変えてですね、やりますので、また7月のこの23日ぐらいですね、前後でやりますから、はい、今回1年前ですね、はい、ちょうど1年前にやりました、はい、今回もですね1500団体ぐらい、計30万人ぐらい、参加いただいたんですけど、これ、はい、どんな企業でもどんな個人でも参加いただけますから、はい、ぜひ来年はちょっと参加登録してもらえたらありがたいなと思います。あ、いいですね、はい、平野さんもどうですか。局長に言うときます、ね、FM 福山でテレワークデイズ参加、はい、いいですね、よろしくお願いします、ね、コミュニティ FM みんな参加してもらいましょうね。そうそうそう、ビンゴで。あ、それやりましょう。私営業に回ります。ありがとうございます、はいはい、このことを知りたいなと思われたら総務省のホームページ見たらいいですか。そうですね、テレワークデイズで検索していただけたら専用のホームページありますから、そちらから見てください、はい、あなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産、金荘22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜の主役は株式会社アシスタ企画室の金井奈穂さんです。金井さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。赤が光ってますね。はい、もうね、恥ずかしいぐらい今日はですね、あのカープの浴衣を着て登場していただいてるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。また後日でしっかりとビデオの方でも見ていただきたい動画、ね、YouTube で見てほしいですよね。そう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 、これあのカープ公式グッズになってる、ね、そうですね、公式です、はい、認定されてますから、はいはい、突然声が乗ったと思いますけれども、ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺おうと思います。すいません、フライングで入っちゃいます。よろしくお願いします。もう黙ってられなかったでしょ。黙ってられなかった。これ見てられなかった。もうカープだって、うちにもカープ公式グッズあるからねと福山に。そうですよ、はい、はい、そのですね、カタカナでアシスタと書く会社はどんな会社ですか。はい、弊社はですね、着物のお仕立て、あとはクリーニングなどを行っている会社になります。はい、着物全般。着物全般、和装全般の方がいいですかね。ジンベエだったりとか、はい、あとはサメとか、そういったものもまあ縫ったりはするので、はい、はい、いろんなことを。最近はですね、よさこいの衣装もやり始めたりとか、あとは大衆演劇の衣装の制作をですね、結構グイグイやっていて。そうなんです、私こういろいろ野望があるので、はい、みたいな、そうなんです。そんな、まあ、和装関連ですね、はい、に、関することだったらとりあえず何でもアシスタに聞いてくれっていう感じです。はい、仕立てからクリーニングまでっていう感じですよね。はい、しかも仕立てがものすごく早いんですよ。そうなんですよ、7月の16日からきちんとあのサービスというふうに開始したんですけど、あの仕立て直送便っていうのがありまして、これはですね、朝縫い始めたものが夕方には仕上がるという。信じられないのよ、ね、信じられないんですよ、ね、これだいたい1ヶ月、まあ、見てくださいとかって言われるのが、それでも割と早かったりするんですよ、ですね、順番待ちだったら。いやいや、それが1日？そうなんです。ただまあ手縫いとかではなくって、はい、ミシンと手を使う縫い方があって、ハイテク仕立てっていうんですね。それにはなるんですが、もうね、めっちゃ楽しいですよ、見てたら。早いというか、この流れがビューって見えるので、よく追っかけて見てたりするんですけど。動画で一回公開したらいいのにと思うんですけど。ああ、そうですね、その企業秘密その長、ん？全然全然ない全然ない、はい、ハイテク仕立て自体のその流れはやったことがあるんですけど、はい、その早いやつ、1日で作るよっていうのをやってないので、よくあの今、はい、早回しになれるタイムラプスの機能で、あれでちょっとね、一回やってみたら面白いかなと思うので、はい、ね、こんなんですみたいな、はい、しかもね、結構手がかかってるんですよ。ミシンだけじゃなく、ミシン本当直線しかできないので、
みんながね手をいろんなとこかけたり縫ったりとかしてるので、あ、こんな風にそれこそ小林さんのやつをってなったら、小林さんのために弊社大体50人ぐらいでやってるんですけど、50人がもうみんなであなたのメイドかなんかになりますみたいな感じで、はい、ずらっと並んで待ってますみたいな、みたいなイメージですよ。イメージ。はい、そんな感じです。早くて丁寧って思って、そうですね。あとは国内縫製っていうところにやっぱこだわってやっているので、早くても着てなかったら意味がないですし、でその後々にもずっと着ていってほしいっていう気持ちがあるので、もう必ず丁寧に綺麗に仕上げて、なおかつ早いっていうところがもううちの売りです。すごいですね。小林さんはこの夏は、はい、今日はちょうどね、はい、はい、夏祭りの時ですけども、まあ今日はあの荷上がりの日ですから、はい、大体あの荷上がりやってますけども、はい、でもあの年に1回は来てますね。あ、1回は必ず。はい、それこそあのアシスターの松井社長から、はい、浴衣着るべしとオーダーをいただいて。年に1回は切り上げよろしく。2回か3回ぐらい増えたらもうめっちゃ嬉しい。そうですね、そうなんですよね。でもね、動くから。そうなんです、そこがね、動いちゃうんで、私たち走っちゃうんで、このカープ浴衣的ジャージ素材だったら、はい、いいんですけどね。そうですね、というよりも私もこのまま走りますみたいな、はい、出張とかも基本全部着物で行くので、ええ、あのめっちゃ重いトランクとか持って、はい、意外と関東の方って階段だったりするじゃないですか。です、ね、山手線とかエレベーターとかエスカレーターとかなんかって、はい、もうあそこでもずるずる行きながら、はい、もう本当にどこでも飛び回れる。でロサンゼルスに、昨年行ったんですけど、その時ももう着物でみんなで行こうって言って、十、うん、何時間の飛行機も着物で行ったりとか、ロスは何しに行ったんですか。アニメエキスポっていう大きなコンベンション、はい、まあ、イベントも大きいみたいなのがあるんですね。で、それは、日本のサブカルチャーにスポットを当てたイベントなんですけど、そこで着物の着付けを見せてきた、ステージで見せてきたっていう感じ。おー、すごいですね。そうなんですよ、めっちゃ楽しくて、もう最高でした。もう向こうの方の日本に対する愛情が素晴らしくって、でなんかいろんなイメージが変わりました。私初めて海外に行ったんですけど、はい、なんか海外は近いなと思いましたね、本当に。で着物っていうのにもっともっと自信を持って、日本人がもっと自信を持ってほしいって、それこそオリンピックが近づいてきた時に、日本の魅力ってなんだろうなってみんなが思った時に、絶対着物っていうのは上がってくると思うので、行動あと何年ですか、2年、はい、2年の間にもう少しいろんな人たちの日常に着物や浴衣っていうのが近づいてくれたらいいなと思いますけどね。そういう意味ではそういう日常に近づけるようにいろんな新商品も開発してるんですよね。はいはい、そうですね、T シャツジュバンっていうのがありまして、はい、これ T シャツ型の長ジュバン、まあ、長ジュバンっていうのは着ない方からしてみたらそれがそもそも何かなって思うかもしれないんですけど、着物の下には長襦袢っていうものを着ないといけないんですけど、それをより簡単にしたいなっていうのがあって、T シャツをかぶるようにして長襦袢の代わりになるという商品。なんかもうスポーツウェアっぽいですよね。そうなんですよ、もう肌触りもそのまんまで、もう何でしょう、体操服みたいな、はい、感じの雰囲気なんですけど、着てみたらもう一切わからないっていうような、うん、お稽古着とかにねすごくいいんじゃないかなと思います。そうですね、うん、はい、なんでだって襟を縫い付けなくていいんです。あ、そうですね、そうですよね。ここがとっても私の中では便利で大変なんですよね。そうなんです、私はそれを使わせていただいてるんです。らしいですね。お聞きしました。それ以外にもあの足袋、はい、とか、はい、あと着物もオリジナルの素材で。そうですね、まあ、私たちは加工業なので、加工業って見せれるものっていうのがないんですよね。商品っていうのは基本的にお客様からお預かりしたものを縫ってお渡しするので、ここの中には何も残ってなくって、そうなっていくとやっぱりどうしても左右されることが多いということで、アスモっていうブランドを立ち上げて自分のところからも発信していくっていうのをやって、日本で走らせる加工業っていうところと商品っていうところを走らせて、最終的にメーカーの役割になりたいっていうのが弊社の代表の願いなので、でもうあとはその自分が、私が一番着るので、はい、着る人間が着たいものを作るっていう、もう本当それだけなんですけど、そのうち当たるだろう何かがっていう感じでいろいろさせてはもらってます。すごいですよね。これカープ浴衣当たってんじゃないですか。でもそうですね、カープ浴衣は当たってるんですかね。どうですか、うん、当たってるのかな。でもこれ近くで見た方がいいですね。
だこのジャージ素材ですごい涼しい感じで動きやすいんだっていうのが近くで見るとすごいわかる。最近はあのメディアによく取り上げてくださるので、あの街とかで結構こうお酒とか飲んでても、あのカープ浴衣のあのテレビの人に会えたとかよく言われるので、はい、まあ、うん、はい、ありがとうございますっていうぐらいなんて言わんで、試合がなくてもこれで行くしかないですね。そうなんですよ、写真撮ってくださいとか言っていただけるのもね、はい、ありがたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱこのカープ浴衣っていうものだけじゃなくって、そこから先にどん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 つながっていってほしいなっていう、憧れの存在でないといけないなと思います。着物とかはそうする人間は、ああなりたいとかあれを着てみたいって思ってほしいので、カープ浴衣で応援に行ってみたいとか、そういうところをどん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 魅力的にできればいいかなとは思ってますけど。スコールがあっても大丈夫なんですよね。そうなんですよ、すぐ乾くのでどんなことがあっても濡れずに帰れるという、その時は濡れるけどみたいな、そう感性があって、そうなんで、ズムスタってなんかカッパ着るじゃないですか、はい、あの赤いやつ、赤いやつ、はい、あれみんな着るんですけど、カープ浴衣安くないので、せっかく着て見に行ってるのに中止になってなかったら着たくないんですよ、あれを、はい、あれ着ちゃうと何着てるか分かんないので、そうなった時にズブ濡れのまんまだったりしたら、綿とかだと乾かずに帰っちゃいないといけないんですけど、これはまあ乾くので、そのあれを着なくっても耐え忍べばどうにかなるっていう、あえて着ない、あえて着ない、高いからあえて着ない、そう、高いから見せたいから、まあ、だって大体そのものですよね、皆さん、まあ、そうですよね、見せたくて着てますからね、そういう感じでやってます。はい、はい、まあ、着たい人じゃないとこの着心地はわからないぞっていう感じで、一回袖を通していただきたいですね。はい、いろいろあの体験できるように、あのイベントとか企画もちょこちょこ入れていってるので、何かあったら見つけてもらったら声かけてくれればどうぞっていう風に体験していただけると思うので、はい、はい、もう佇まいもすごく美しい金井さんなんですけれども、趣味はアニメ、アニメというよりガンダム、ガンダムが大好き、ガンダムが大好きです、はい、これを聞くと元気になるということで、私も好きです、ここで、はい、では金井さんのリクエスト曲をお届けします。池田光で飛べガンダム。ここからは株式会社アシスタ企画室の金井奈穂さんと、ゲストコメンテーター小林文明さんに着物文化についてディスカッションをしていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。そういう意味では着物文化ですけど、はい、そもそも着物の魅力ってずっと着てる人としては、そうでしょう、ね、よく聞かれるんですよ、はい、なんで着物なのとか。で、私それが気になって、自分もそうなんですけど、いろんな人に聞いてみたんですけど、私は結果モテたい、はい、みんなから注目されたい、愛されたい。で、あの人って同じ格好をしてあんまり飛び抜けたくはないと思いつつも、制服の時ってちょっと改良したりするじゃないですか、はいはい、そうですね、やっぱりちょっと人と違うことがしたいとか。で、着物を着ている人っていうのはどう考えても人と一緒がいい人じゃないと思うんですよね、うん、ってなったら、じゃあ何なのかって言ったら、モテるっていうとすごいちょっと語弊はあると思うんですけど、あの、まあ、Facebook だったりとかインスタとかでいいねって押されるのと一緒で、とにかくみんなにいいねを押されたいというか、いいねって思われたいっていうのが着物の魅力じゃないのかなっていうのは、私のここのところの答えというか。確かにいいねと言われやすいけれど、何あんたそんなもん着てんのとは言われないっていう。あ、言われますよ、言われます、ね、でも言われるんですけど、うん、私はあんま何も気にならないので、うん、あんた何様なのって言って、娘の卒業式の時に着物着てたら、はい、金井さん一体あんた何様なんって言われて、金井様みたいな別に本当どう、あんまりの気にならない。あ、そうですか。着物着てって怒られることってあるんですね。あります、あります。なんか、でも登山とかに行かないですけどね。まあもちろんね、やっぱね、 TPO に合わせて着てるつもりなんですけど、ただ、はい、スーツを着ないといけないところで着物を着ちゃいけない理由は絶対ないので、第一礼装っていうものがあるの で、 そうですね、それに合わせた着物は着ますし、別に何も私はおかしいことしてると思わないので、作業するときとか何かするときにはやっぱり洋服でやらないといけなかったりもしますけど、そんなにね、人に何か言われなきゃいけないことも迷惑はかけてない。だから本来はまあそうなので、だからなんかこうすごい素敵で普通とは違うんだけど、でも着物着てて基本的に文句言われる筋はないから、こう大手を振って、そうですね、いいねって言われる服装ができるっていう。そうですね、で私ももうほとんど言われないです。
まあ、あの人はああだからっていう感じのくくりになってるのを、はい、逆に言われるのは金井さんだから着れるよねってカープ浴衣も言われるんですけど、金井さんみたいな感じだったら私ちょっとなんか振り切ってるじゃないですか、髪型もそうですし、なのであなただから似合うんだよねとかあなただから着れるんだよねって言われるんですけど、そんなことはなくって、帽子とかもそうじゃないですか、メガネとかもつけてたら似合うので、うん、結局私はそこなんじゃないのかなっていう、まあ衣食住がある時に衣服っていうのは一番後にされがちで、生活でまあ着れてたらいいってなったらどんなものでもいいんですけど、だったら気分が上がるものとか、これを着てる時だけ自分が女になれるんですよね。普段が結構ガツガツしてるので着物を着てる時だけ、あ、自分は女なんだって、でこの和文化とか着物っていうのを大切にしないといけない立場にいるんだっていう風に思えれるような感じがするので、そういう点も含めて着物を着るっていうのは好きですけどね。そういう意味ではやっぱり着てもらうっていうのがこの魅力を伝える上では一番いいんですかね。やっぱ体験してもらうって、まあ、今何でもそうですけど、はい、体験するっていうのが一番の近道だと思います。それは販売側としてもそうですし、もう全てにおいてそうなんですけど、何かをしてみる、してみないと買いたいと思えないっていう人たちが結構いるんじゃないのかなと思って、でやっぱ外から見てたらそれが着心地がいいのか悪いのか、暑いのか暑くないのか、で寒いのかどうなのかとか全然わからないと思うんですけど、多分ね着てるとね絶対いいねって言われるんですよ。着て歩いてるとですね。そうなんですよ。もうちょうど今日煮上がりとかで、ね、はい、たくさんの方が浴衣着てくださってると思いますけど、その時にもやっぱね普段と違う格好したらありませんでした、スイッチ入るんですよね。なんかこう女の子とデートみたいな時に浴衣パッと着てきたら、はい、いやなんかちょっといつもと違うわみたいな、あるじゃないですか。ありますよね。そこ狙っていきたいじゃないですか、女子はね、平野さん。そうですね。でもそういう意味ではそういう着れるチャンスを作るっていうこともやってるんですか。そうですね、和散歩っていうイベントチームがありまして、これはもうかなり緩いイベントチームなんですけど、だいたい年に4回は必ずイベントはやっていて、あとは大きなイベントに参加させていただいたりっていうのをしながら、着物や浴衣っていうのを手軽に体験していただきたいなって、まずどう思われるかで、いいねって言われるこの体感してもらって、あ、自分でも着れるようになりたいなとかって思ってほしいっていうのがあるので、そのイベントチームでいろんなことをさせていただいてます。これイベントに参加したいと思ったら、なんか和散歩の情報ってどこにあるんですか。和散歩はですね、Facebook とあと LINE アットで、はいはい、やってます。あとはですね、まあ、金井奈穂っていう風に検索してもらったら、なんか Twitter とかインスタとかいろいろ出てくるんですけど、そこで随時イベントの前には募集かけたりしてるので、であとはですね、アシスターに問い合わせしていただいてもお答えができることに関してはお答えできるので、はい、興味を持たれたらぜひ和散歩、平和の和に、はい、散歩はひらがなですね、はい、それは着付けもやってくれるんですか。はい、もちろんそうです。浴衣の場合です と、イベント時にはですね、レンタル込みで1500円とか。あ、結構安い。安いです。ね、手盛りですよ。まあ、うちの会社がクリーニングができるので、はい、っていうのがあるんですけどね。もうとにかくその体験するのに高くても意味がないと思うので、特にその浴衣なんかは手軽に楽しんでほしいっていうのがあるので、うん、まずはそこから入ってもらうっていうことで、その価格でやらせてもらってます。どういうところ歩くんですか。歩く和散歩、和散歩で、はい、和散歩で歩くのはですね、福山近辺が多いですね。福山の中を知ってもらいたいっていうのもあったりするので、福山城でイベントすることよくあります、はい、お城の中を。そうですね、お城の中とか、あと湯殿を使ってやったりとか、九十会館使って何かイベントしたりとかっていうのが結構ありますね。なんかさっき男性だったらよく動くからとかっておっしゃるんですけど、この着付けですよね。そうですね、着付け次第でどんなに走ってもはたけることはない。へえ、ね、ただ小林さん細いからもうちょっとお腹が出ないとダメかもしれないです、ね、なるほど。だタオルいつも入れられますよね。でしょ、そうだと思います、はい、ここの、ね、引っかかりがないと男性帯が上がってくるので、はいはいはい、ここの出っ張りがないとやっぱこう蓄えた人の方が。なるほど、もう少し貫禄がついたらいや、もうタオルいっぱい入れちゃいましたね。それしてお腹にはつかないようにしてるもん、ね、その方がいいと思います、ね、タオルいっぱい入れて、あと一番、はい、和装の時が黄金比といって、はい、女性が美しく見えるんですね。この帯の写真ですね、綺麗に見える。もうぜひとも着物は皆さんに着ていただきたいと思います。そうなんです、はい、なんか最近シャツでも襟ぐりがすごい開いたシャツが流行ってるじゃないですか、女性。
私やっぱりここを見せたいんだなと思って、そんなの浴衣着ればいいのにってすごい思う。襟足もね、美しく見れますし、ここはね、色気ですもんね。ぜひ、着物みんなで着てみてください。はい、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今夜の主役は株式会社アシスタ企画室の金井奈穂さん、ゲストコメンテーターは小林文明さんでした。平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組はコーアブスさん、カネソ22の提供でお送りしました。